もしもし、今津先生の事務所でしょうか。そうです。TPP に関して意見があって、お電話したんですけども。何に関して ?TPP です、TPP。はい、何でしょうか。2月4日に TPP の調印がニュージーランドで行われるっていうのを、ちょっと記事で読みまして。はい。で、内容ちょっと調べたんですけども。はい。農業とか保健とか医療だけじゃなくて、うん。すべての分野の、国の主権っていうか、様々な国の独立性、独自性とか奪われるような内容になっておりまして、これとてもこれ、調印したらダメだろうと思ってですね。で、しかも3年前に民主党から自民党に政権交代する際に、自民党のポスターとして、TPP 交渉さんから絶対反対っていう、断固反対っていうポスターを見て、私投票したんですよ。だから今回こう簡単に TPP に調印するってとても納得できないんですよ。自民党に3年前投票した人間として。はい、はい。で、その辺で、ぜひ今津先生には TPP に絶対反対してほしいんですよ。はい。ぜひその辺お伝えください。あ、私本人なんです。ああ、そうですか。でもすいません、お忙しいところ。ちょっと今の話は違っててね。はい。要するに、反対って言ってたのは、はい。要するにノードロスっていうか、はい。民主党がそうだったじゃないですか。はいはい。要するにノードロスで入りますって野田さんが言いましたでしょ。はいはい。だそういうのでは良くないと。はい。それで、ご品目を、農業の5品目を、はい。重要5品目を中心にして、はい。国民皆保険とか、はい。それから、漁業の補償金とか、はい。そういうものを守るっていう前提で入ったんですよね。ああ、はいはい。だから、ちょっと違うんですよね。でも実際問題もほぼザル状態ですよ、見たら。うん、TPP の内閣府のホームページに何て言いますか、英文の概要文の逆が出てるんですけど、うん、ちょっとざっとでも読んだんですけど、うん、例えば一番ひどい内容は、外国人のグローバル投資家が、日本の構造改革規制緩和に、合法的に口出しできるっていう内容になってまして、もしもし、はい、だからこれはちょっとさすがにひどいだろうと思って。いや、弱くないじゃなくて、それがもう盛り込まれちゃっててですね。それはお互い全員、日本もあったって、だから、安倍内閣が移民を入れない、外国人労働者を入れない形で、憲法改正する、9条を撤廃するっていうんだったら、それは大賛成ですけど、うん、移民っていうか、要するに外国人のテロリスト予備軍を入れてて、9条。難民の話ですか？いや、難民だけじゃなくて、要するに、行動人材というのは実際行動人材じゃない外国人労働者ですよ。だ行動人材のあれも、要件もどんどん下げたじゃないですか。いや、それはね、ちょっと違ってて、難民は、おそらく、二桁の数字しか入れてないんですよ。ただ、それを強制的に撤去できないから、はい。手続きさえすれば、その手続きの、期間はですね、はい。許可せざるを得ない法律になってるんですよ。はい。ね？はい。だから、何でもかんでもあんたが言ってるように入れてるわけじゃないんですよ。しかし、もう普通にですね、私たちが、もちろん、出入国管理及び難民認定法の改正案と、国家戦略等の改正案とかも調べて、その後実際問題どういう感じで、例えば自分の家の近所とか、皆さん、もう私もいろんな話聞いたんだけど、外国人の方、やっぱ人がやっぱ増えてるんですよ。いや、それは増えますよ。だって、外国人も知恵働かしてますからね。で、今だから、どうしても納得がいかないのは、バブル経済期みたいな、今の若い人が就職先なかったりとか、正社員になれなかったりとか、それと働く意欲があっても、今の就職では食べていけなかったりとかで、結婚もできない、マイホームのローンも組めない状況、そんな状況がある中で、ね、外国人を入れて、そして最低賃金法に基づいて、外国人と日本人の若者を競争させましょうというのは、さすがにこれ、どうだろうっていう、思うんですよ、やっぱり。地元では、はい、働きたいという人は職はありますよ。いや、これ、農業にしても漁業にしても、はい、建設業にしても若い人がやっぱりきついから、はい、ね、はい、好まないんですよ。いや、それはちょっと違うと思いますよ。私もいろんな人からも聞きますけど、確かに例えば介護にしてもですよ、やっぱり飯が食える食えないっていうのがやっぱり一番重要で、ね、やっぱり賃金をやっぱり若い時うちのあなたのお父さんとかお母さんもどれだけ苦労して頑張って、白紙を頑張ってきてやってきたか。いや、これ、はっきり言ってますけど、はい、今なんかだいぶ恵まれてますよ。いや、はっきり言いますけど、賃金とか、はっきり言っても、賃金を見てもですよ、はっきり言って、確実に下がってますよ、昔の。
要するに僕たちの親の世代っていうか団塊の世代だった、団塊の世代っていうのはその、給料が上がっていったけど、で、どんどんどんその、あの、いいも、あの、前向きだけど、今もうデフレ、完全にデフレじゃないですか。はい。それ、そんな、あの、生き方して、楽しくないでしょう。いや、だから、今の若い人、本当必死ですよ。だから、はっきり言いますけど、いや、そうじゃなくて、いや、実際問題は、その、飯が食える状況だったら別に、それは、今の若い人もそんなこと言わないですよ。今の若い人、本当、もう、昔の世代に比べて逆に必死に働いてますよ。いや、だから政治が悪いんですかって。いや、だから政治が悪いんですかって。いや、だから政治が悪いんですかって。いや、政治悪いですよ。だってどう考えたってあれじゃないですか。構造改革、だからこいつ少なくともですよ。小泉内閣の構造改革規制緩和の前に比べたら、明らかに労働環境悪化してて、若い人本当食べていけないし、昔の例えば親の世代とかだったら、若者だったら車買えたりしてたけど、今の若者車も買えないし、あの、本当あれで嫁さんもらえないから、みんな、買えないですよ。いや、違います。それはもう、それも逆に言うと、それこそプロパガンダです。今の若い人、あれですよ。もう、はっきり言ってますよ。普通の主婦でも。今の少子化問題って単純に。私の娘なんかちゃんと共稼ぎしてますよ。いや、それ共稼ぎしてるっていうのもいっぱいあります。だけど、要するにあれですよ。だって、少子化問題ってどうなのってみんな話してるけど、だけど基本的にこれって単純にお金が足りないからよねっていう話ですよ。あなたの言うことは僕は認められない。いや、僕も逆に認められないですね。